皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ年中肩こりうぷ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。スイーツ大好き霊夢です。毎度おなじみ3時のおやつは何にしよう、マリサだぜ。ということで本日は、フードファイタークリッカーを実況していきます。久しぶりに実況するわね。巨人編、順調に進められればいいが。今回もガリタがどんどん食べていきますよ。それじゃあゲームスタート。ウェップ、みんな久しぶりだね。みんなが別のゲームを遊んでいる時も食べ続けていたんだぞ。ちょっと申し訳ない気が。巨大寿司をバクバク食べ進めてるんだぜ。海のフードファイターたちもすごかったけど、陸のフードファイターも負けていませんよ。ん？海のフードファイター？戦闘機をバクバク食べる金魚がいるのよ。何それ？戦闘機って食べ物じゃないよね。あの魚たちにとって食べ物とか関係ないんだぜ。すごいな、世界って広いんだね。いつかガリタも食べ物以外も食べられるようになるよ。人間をやめるってこと？とっくに人間じゃないと思ってたけど、上には上がいたものね。お、椅子の部位が作れるぞ。早速作って咀嚼スピード大幅強化だ。何この柄？ビジュアルがあれでも能力強化は本物だぜ。さあどうかな？全然わからん。食べる速さが上がった分、お腹にすぐ溜まる。そうなんだよな、一つを強くしても他が弱いと結果的に早く食えないんだぜ。服と髪型が必要になってくるんです。まったくとことん課金ゲーだわ。ドーンと石を買ってきましたよ。これだけあれば他の強化もできそうね。ちなみに髪型は今何のランクなんだ？髪型は V だよ。V なのに獅子がお腹に溜まるのね。あ、王出てくれたぞ、ありがたいぜ。このゲームはただ食べるだけじゃなくて、食べる人を成長させていくのが面白いよね。確かに、育成ゲームと言ってもいいわ。ゆで卵を必死で食ってた頃が懐かしいぜ。やった、また王が当たった。これさえあれば何でも食べられるみたいなチート級の装備ってないのかしら。そんなもの出しちまったら課金してくれなくなるだろうが。商売って難しいのね。うわぁ、せめて王が一つあれば。爆死はいつ遭遇しても辛いわね。よし、一つだが王が当たった。何してたっけ？分量を当てるためにガチャしてんだろ。よし、ここで一旦コンバインしましょう。まだまだ足りないねー。ガチャがもっと引けと言っているわ。ビビンバならこの速度で食べられるんだけど。いやおかしい。どんだけ巨人の食べ物が難しいか、人間の食べ物最難関のビビンバでわかるわ。よし、王が二つ。ブイブイなんて幻なんじゃねえか。ブイブイモルカー安全運転しなさそう。よし、王だよ。V が大量に出てくれたらもっと楽なのに。幻覚かな？爆死しているように見えるんだけど。現実だぞ。でも爆死の後は大抵そこそこのものが出るんだからいいわよ。このゲームは非常に人の気持ちを揺さぶってきます。これで V が3つか。そもそも V が出ないからかなり大変だわ。ガリタさん、ガチャ引かなくてもいいですかね？引いてください。じゃあ、夢だと言ってくれー。下のレアリティが大量に当たっても、欲しいものまでコンバインが届かないのよね。とは言っても引かねえと強化すらできないからな。うぷ主、気をしっかり持って機械のようにひたすらガチャを引くのよ。わかった、これは作用これは作用。お、ようやくガチャレベルが上がった。これで少しは V 以上が出やすくなったかな。ガチャレベルなんてのは合ってないようなものだ。ここまで当たらないと、コンバインをしていくしかないぜ。あと二つだ。皆さん、大食いよりガチャに苦戦しております。石は課題をクリアすればもらえるから、欠かさずにやっていくぜ。小さな石でも積み重なれば爆死につながるわ。すごいや。王と王がかなり当たったわ。よし、いい調子だ。これであと一つまで来たぞ。VV が見えてきたわね。ありがとう、これで僕も VV 言えるようになるよ。はい。おお、ガチャレベル上げたおかげかもしれない。ガチャレベルをガチャを引く以外の方法で上げる方法ってないの？ねえだろ。きたー。ようやく終わった。これで VV を作れるぞ。最後に V が出て大勝利ね。キャワイイ。すごいシュールなんだけど。なんでお団子頭なのかしら。キャワイイでしょ？髪型はな。あたい、どんどん食べ物を食べれちゃいそうだよ。俺を苦戦していた頃もありましたが今はこの通り。口開いてなくない？よくこの口のサイズでどんどん入っていくな。あたいこんなんじゃ全然お腹いっぱいにならないよ。もっと食べ応えのあるものがいいんだけど。
それではガリタちゃんに挑戦していただきましょう。みんな大好きサーモン寿司10貫チャレンジ、スタート。さあこの VV でどこまでいけるか。やっぱり服のレア度を揃えてないときついか。大丈夫、あたいこれくらいじゃへこたれない。2貫完食。ペースがかなり速くて、腹にも溜まってないのはいいな。問題は口の中よ。ガリタちゃん、落ち着いて。大好物のお寿司なんだもの、食べられないはずがない。頑張れー、これクリアしたら別の食べ物が食べられるようになるわよ。もぐもぐもぐ。ここはしっかり消化していく。いいぞ、確実に行こう。巨人からしたらこのお寿司も手のひらサイズなんでしょうね。お寿司って意外と食べられないよね。あれもこれも食べたいと思うんだけど、全然食べられなくて。あんたそれ歳なんじゃないの。もう歳の影響来ちゃってる。追いたくねえな。視聴者の皆さんは若いうちにいろいろなものを食べておいた方がいいわよ。こいつみたいになるからな。やばい、間に合わないかも。どうなるガリタちゃん。最後までわからないわよ。諦めるな、いけー。あー、惜しかった。もしもし。うまいパンを持ってこい。持ってこなかったらお前の友人の命はないよ。え、友人。僕友達いたっけかな。かける相手間違ったんじゃねえか。まあ暇だし届けてやろうか。こうしてしがない村人ジャックの冒険は始まった。目力用紙、帽子用紙。出発進行。随分楽しそうね。どこがいいんだ、寝てんじゃねえか。さっき支度したのはジャックの夢の中だったみたい。ああ、よく寝た。軽く15時間くらい寝たわ。さっきばあさんからの電話で起きてただろうが。なんだか小人みたいね。失礼な、僕は大人だい。大人って何よ。僕ね、いつもこんな風に回って移動するんだ。なるほど。あんたボールだったのね。いや違いますよ。くそー、僕の身長じゃこの崖をジャンプして越えられない。お前より高くても無理だわ。ジャックそんなの装備してたの。落ちますよー。なんだべ。ははははは。一緒にやらんでいいわ。そこのカエルくれ。これ。取ったよ塗り壁のおっさん。わしに食わせてくれ。うめえ。もっとだもっと。その後、ジャックはひたすらおっさんにカエルを食わせた。これ一体何のゲームだよ。もういらねえべ。なんだよ飽きたのか。あ、こっちに進めるみたいよ。小さなお家が建ってるね。ここは確か妖精の家だったはず。あら、出てきてくれないわね。うぷ主さんみたいですね。こいつは顔も出さねえぞ。あら、雲を押せるわね。おーい。よっしゃ、大当たり。妖精だー。こうしてジャックは妖精から魔法の杖をもらいました。奪ったの間違いですよ。よ、おっさんまた会ったな。ああ、塗り壁のおっさんがー。はっはっはっは、どうだい。